お久しぶりです。お久しぶりです。復帰に当たってといいますか、向こう町記念とかレースは、はい、全部見てました。うん、はい。いかにその向こう町で復帰した5人なんかは特にいい走りを見せるということをこう、まあ、緊張につながった面もあるように振り返って、まあ、緊張したでしょうね。やはりそれだけ実戦から離れるところはないですし、まあ、そういう状況の中走ったわけですから、そういう気持ちはなんかこう一緒に走ってるような感じの見ててもそういう気持ちになりましたけど、さすがにやっぱりもう、しかも人気にもなるし、ただ勝つだけじゃっていうのも求められるっていうのは、そうですよね、やっぱり注目される立場で、しかもそのレース感的なものもまたちょっとね、レースから離れてるからっていうのの、そのね、こう難しい部分ですよね。その中、本当に奮闘して、結果としては村上さんそこで、ところで優勝してというところで、精神力も強くなってくる感じが。すごいですね。あとは復帰して、走り待ってるファンが多かったと思うんで、こう。そうです、なんか今回初めてそういう風にすごく生でそうやって応援してくれる人の気持ちを聞けたのがすごくなんか今後まだあのファンの皆さんのために走るっていう気持ちにすごく慣れたし、なんかいい本当に一つ、ね、あの選手として成長できたのかなと思いますけど、何かこう競輪の人生の中でプラスにこう転じられる時間になったと思うんですよね。まあ、そういう風にしていかなかったら全然ね、ただ本当に迷惑かけてしまったっていうだけで終わってしまうので、そうじゃなくて本当にこの業界を盛り上げていくためにどうしていいかっていうか、考えれる時間だったり機会をいただけたんだと思いますけど、まだこれからやることの方が多いのかもしれないと思います。まあ、これからの競輪人生長いですし、また頑張っていきたいなという気持ちでいます。はい、いいメンバー揃って気持ちもやっぱしでもやっぱ雰囲気いいですよね、やっぱこれだけの大きい大会だと、はい、みんながこう共鳴し合ってファンにそれも伝わってて、まあ、そういうのが一番伝わるんじゃないですかね、はい、必ずここからもう一回後半に向けて、まあまだ諦めてないので、なんとか力の限り頑張りたいと思ってます。またじゃこれを見つめながらですよ、はい、一緒に盛り上がっていければと思う。そうですね、頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます。